ジョン・オールドリッチ、ジョン・ウィリアム・オールドリッチ、ジョン・ウィリアム・アルドリッチ、ジ、1五十八年九月十八日隊は、イングランド・リバプール出身の元サッカー選手、元アイルランド代表、元サッカー指導者、現役時代のポジションは、センター・フォワード。1 9八十年代後半のリバプール FC の攻撃を牽引したストライカーとして知られており、ウェンブリー・スタジアムでの歴史ある、 FA カップ決勝戦で初めてペナルティーキックを失敗した最初の選手とても記憶されている。また、イングランドのリーグ戦において記録した合計330得点はリーグ史上6番目に高い記録である。オレドリッジはトップリーグに到達するまで多大な時間を要した。1970年代にノンリーグのデキャリアを開始し、 1979年5月2日の20歳の時に3500ポンドでウェールズから越境参加している4のニューポートカウンティ AFC と契約した。滞在中は FA カップの12試合7得点を含む通算198試合87得点を上げ2.25試合に1得点を記録するなど顕著な活躍を見せており4期の間にヤトコンビを組み 三部への昇格とウェルシュカップ優勝により参加した UEFA カップビーナーズカップ1980から81の準々決勝進出に貢献した。ニューポートカウンティ加入1期目の1979から80シーズンはリーグ戦で38試合14得点を挙げて三部への昇格とウェルシュカップ獲得に貢献し、翌シーズンはリーグ戦27試合7得点で印象を。 あまりすことはなかったが、欧州カップ戦の舞台での上位進出に一役買った。1981から82シーズンは36試合11得点で、少し改善をお見せ、1982から83シーズンは41試合17得点で、さらに改善されたが、あと一歩のところで2部への昇格を逃した。1983から84シーズンにはコンビを、 組んでいたタイナンが猿も2月末の時点で26得点を上げる活躍をしており、クラブ史上トップを争う能力を見せていた。1984年3月21日に遺跡金7万8000ポンドで同三部のオックスフォードユナイテッド FC と契約する。レイ・ホートン、ビリー・ハミルトンらと共にクラブ史上最高と呼ばれたチームの一員として活躍することになったオックスフォードでは、 まず、4月7日に出のウォルソール FC 戦で後半から初出場を飾り、20日の本拠地でのボルトン・ワンダラーズ FC 戦で初得点を挙げた。3部を優勝した1期目は、シーズン終盤に途中加入したために控えめの登場にとどまったものの、次の1984から85シーズンは、ハミルトンと共に素晴らしいコンビを築き、2部史上19年ぶりと、 なる30得点の大台を叩き出して得点王を獲得するとともに公式戦34得点でクラブ史上シーズン最多得点記録更新しチームの一部昇格に多大な貢献をした一部昇格一期目にしてリーグ戦で得点ランク3位入りするほどに得点を量産しておりフットボールリーグカップではウェンブリースタジアムでのクイーンズパークレンジャーズ FC との決勝戦でこそ無得点だったが、同大会で6得点を挙げる活躍を見せ、オックスフォードユナイテッド史上初にして、唯一となる主要タイトル獲得に一役買い、クラブの絶頂期を共に過ごした。一方、リーグ戦では、降格危機にあったが、39試合で23得点を挙げて、残留に尽力した。百八十四年から百八十六年の、 在籍中に記録したカップ戦の17試合14得点を含む通算41試合90得点と1.5試合に1得点を上げる高い得点率は多くのファンに長く記憶されるものとなっている。また、1984年11月24日のリーズユナイテッド AFC 戦でハットトリックリーグカップのジリンガム FC 戦で4得点を記録しており、 1986年11月8日のマンチェスターユナイテッド戦では後に長期政権を築くアレックス・ファーガソン監督の初試合で先制点を挙げて土をつけた。1986から87シーズン終了後にエースストライカーのヤン・ラッシュをユベントス FC へ失うことが決定していたリバプール FC は後継として 実績と経験のある選手探しをシーズン中に着手してり、プレーベン・エルケア・ラルセン、チェルシー・ FC の、アーセナル・ FC のなどの複数の選手が候補になったことに加えて、身体的に似通っていた、オルドリッジも候補の一人に挙げられた。そして、オックスフォードで25試合15得点を挙げていたところで、白羽の矢を立てられ、1987年1月27日に、 遺跡金75万ポンドで、ケニー・ダルグリッシュ選手権監督率いるリバプールと契約し、ラッシュとコンビを組むこととなるとともに、中盤や控えに回った、兼任となったダルグリッシュ監督の代役を務めることにもなった。1987年2月21日のビラパークでのアストンビラ FC 戦でに代わって46分から初出場を飾り、 それから一週間後の28日にアンフィールドでのサウサンプトン FC 戦で60分に席籍後発にして決勝点を挙げているが同シーズンのチームは最終的にリーグ優勝することはなく無冠に終わりリーグカップでは決勝のアーセナル戦で敗北した。なお自身はブラッドフォードで同大会に出場経験があるために資格がなかった。 ラッシュが去った1987から88シーズンは後継者として重圧を背負うこととなりダルグリッシュ監督は少しでも重圧を和らげる狙いからラッシュが使用していた背番号9をオックスフォードからの侵入でウィングのレイ・ホートンに渡したことで自身は背番号8を割り当てられてなおくしくもこの番号はクラブの伝説的選手で自身のアイドルである ロジャー・ハントが着用していたものだった、スタートを切った。すると、開幕からの29試合無敗を含めて、わずか2敗のみと圧倒的な強さを誇り、2位のマンチェスター・ユナイテッドに、勝ち点9差をつけて優勝するチームの中にあって、新加入で、ウィングのピーター・ベアズリーとジョン・バーンズやホートンと共に、刺激的な攻撃陣を形成し、クラブ史上最高記録となる10試合連続得点を、 最初の9試合、昨季の最終戦を含めるで達したように序盤戦から重圧を跳ねのけるプレーを見せ、最終的に26得点で得点王に輝いて後釜にふさわしいことを証明した。一方の FA カップでは準決勝のノッティンガムフォレスト FC では卓越したチームの連動からボレーシュートを含めに得点を上げて決勝に導いているが、決勝のウィンブルドン FC 戦では 一点を追いかける中で後半に自身がファールを受けてペナルティーキックを獲得すとリバプール加入してから失敗していないこともあってキッカーを務めるも相手 GK に蹴る方向を読まれて止められ FA カップ決勝戦史上初めて PK を失敗した選手となったこの失敗をほどなくしてベンチに下がりチームもそのまま一点差を追いつけずに敗戦して2巻とはならなかった 翌1988から89シーズンは、ラッシュがイタリアの水に馴染めず失敗して、リバプールに復帰したことで、プレースタイルが酷似していた。オルドリッジは、余剰戦力になるだろうとの推測がされたもの、ダルグリッシュ監督はコンビを組ませて反省している。この新たな連携は、オルドリッジにとって、うまくいっていたが、ラッシュにとっては慣れ親しんだチームであるにもかかわらず、 再び力を示すことに苦労しており、たびたび控えに回っていた。FA チャリティシールドでのウィンブルドン戦に、先発出場して2得点を挙げ、昨季の悪夢から解放されて、スタートを切ると、それから1週間後の敵地でのチャールトンアスレティック、FC との開幕戦で、ハットトリック、3月14日のルートン、タウン FC 戦で再び、ハットトリックを達成し、この時点で、 合計15得点を記録した。5月13日のウィンブルドン戦でシーズン20得点目を挙げ、最終的にチーム最多の22得点を挙げる。また、FA カップで8得点、リーグカップで2得点、そしてチャリティシールドでの2得点を合わせて公式戦34得点を記録し、シーズンを終えた。個人では昨季と同様に成功を収めたものの、 1989年4月15日に、シェフィールドのヒルズボロスタジアムで行われた、FA カップ準々決勝のノッティンガム戦でと呼ばれる、ゴール裏の立ち見席でサポーターが押しつぶされ、大勢の死者を出したヒルズボロの悲劇が起こったことに、衝撃を受け、地元のリバプールで生まれで、少年時代はサポーターだった、オルドリッチは、できる限り葬儀に出席し、そして、 現役引退を真剣に考えていた。最終的に代替スタジアムのオールドトラフフォードで行われた FA カップの再試合に出場し、2得点を上げて勝利に貢献している。なお、リバプールの3得点目となった相手 DF のオーンゴールに対して取り乱す。相手選手の髪を笑いながらくしゃくしゃに撫でて祝った行為は批判がされた。そして、 エバートン FC とのマージーサイドダービーとなった FA カップ決勝では試合開始からわずか4分後にファーストタッチで先制点を挙げたことによって昨季の PK 失敗の返上となっているが皮肉なことに自身に代わって途中出場したラッシュが延長戦に2得点を挙げて優勝を決定づけている。同シーズンはリーグ戦21得点を含む公式戦で31得点を記録した。 リバプールのリーグ優勝と FA カップ優勝の2冠は1985から86シーズンに達成するも1987から88シーズンはウィンブルドンによって阻まれており1988から89シーズンは最終節の本拠地アンフィードでのアーセナル戦で再び2冠の機会が訪れていた。オルトリッチも同試合に出場しているが 得点を上げることができず、1点差を追いかけている。ところを、アディショナルタイム2の得点を許し、得点数でアーセナルを下回ったチームは、リーグ優勝を逃した。試合終了の笛が鳴ると同時にやるせなく、ピッチに座っていた際に、相手ディフェンダーにして、代表での同僚デビット・オレアリーが腰に来たが、腹立たしげに反応した。少年時代からファンであるリバプールで104試合63得点。 リーグ戦に限定すれば83試合50得点を記録した。地元出身ということもあり、愛されている。オルドリッチは2006年にリバプールの公式ウェブサイト上で行われた世論調査でコップリバプール FC サポーターに衝撃を与えた100選手という投票では35位にランクインしている。1989から90シーズンに ラッシュが完全に復調したことで、ダルグリッシュ監督は4から4から2システムに戻し、そして2トップに、ラッシュとビアズリーのコンビを選択したことで控えになると、9月上旬に、スペイン一部のレアルソシエダからの移籍金110万ポンドのオファーをチームは受け入れ、ソシエダ史上初のヒバスクジン選手となった。そして、同シーズンの出場2試合目にして、リバプールでの最後の試合となった。 クリスタルパレス FC 戦では当初ベンチスタートだったがチームが PK を獲得すると投入されてキッカーを任さクラブ史上最多得失点差級から例の勝利に関与した試合後に観客に向けてユニフォームとスパイクを投げ入れた翌日の1989年9月13日にソシエダと正式に契約を締結した在籍中は 強豪 FC バルセロナ相手に4試合6得点、特にカンプノーでは2得点を挙げる活躍を見せ、リーグ戦63試合33得点を含む、公式戦75試合40得点と成功を収めていたにもかかわらず、家族がバスク自治州の生活に馴染めずにいたため、ちょうど2期在籍後の1991年に、ジョン・トシャック監督に遺跡要求リストを提出した。 マージーサイドに戻ってきた後、アストンビラ FC から遺跡金100万ポンドのオファーがあったものの、1991年7月11日に遺跡金わずか25万ポンドでトレンメアローバーズ FC と契約する。初出場を飾った8月17日のブライトンホーブアルビオン FC 戦で2得点を挙げたのを、皮切りに最初の5試合で9得点を挙げる得点力を見せて、 最終的に公式戦40得点を挙げており、ペナルティエリアでの強さから、以後の公式戦で26、28、26、29、20と6期連続でチーム最多の得点者として活躍した。1998年5月4日のでのウルバーハンプトンワンダラーズ FC 戦で2得点を挙げて39歳228日で、 現役生活に別れを告げ、最終的にトレンメアでは、カップ戦の25試合22得点を含む294試合174得点を記録した。チームとしては、在籍6期の間に1992から93、1993から94、1994から95の3期で、チーム最高位のトップ6県内入りするも、 毎回プレイオフで準決勝敗退となっていたため、プレミアリーグ昇格を果たせず、自身もトップリーグへの復帰の機会を逃している。また、1993から94シーズンにはリーグカップで優勝に近づいていたが、準決勝のアストンビラ戦で PK 戦の末に敗退した。くしくも、アストンビラは以前オルドリッチの獲得に失敗した際に、ディーンソー・オンダース、 オックスフォード時代にオルドリッジと入れ替わりに加入しているへ目を向けており、そのソーンダースは同大会の優勝の立役者となっている。オルドリッジは代表を含めたキャリア通算889試合476得点を記録した。1996年4月12日、トレンベアを約9年にわたって率いたジョン・キングで敗戦した同日に辞任し、 以後は監督業についていない。両親はイギリス生まれながらも祖母がアイルランドのアスローンに生まれていたことから、初位の資格があり、クラブでの同様で、同じく資格があったホートンと共に、ジャッキー・チャールトン間に見出され、チャールトン監督就任第一試合目となった1986年3月26日のランズダウンロードでのウェールズ戦で、ホートンと共にアイルランド代表として初出場を飾る。 自身初主要大会の UEFA 欧州選手権1988では、イングランド戦に勝利、ソビエト連邦戦に引き分け、オランダに敗北して、グループリーグで敗退する中で、全3試合先発出場するも、無得点をあっており、その後もプレー内容こそ良くても得点を上げられない、日々が続いた末、1998年10月19日のチュニジア戦で、 出場20試合目にして、待望の初得点を記録した。1989年4月26日の 1990FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選でのスペイン戦には、当初招集されていたが、ヒルズボロの悲劇によって出場する心境になかったため、辞退しており、代表チームからも許可された。11月15日の同予選でのマルタ戦で2得点に、して公式戦初得点を挙げ、 チーム史上初の FIFA フフワールドカップ出場に導いた。しかし、1990FIFA フフワールドカップでは、チームがベスト8進出を成し遂げる、準々決勝で、イタリアに敗退一方で、オルドリッチ自身は、前後試合に先発出場したにもかかわらず、オランダ戦のオフサイド判定もあり、無得点に終わった。UEFA e ロ92予選では、最初のトルコ戦で、 ハットトリックを上げる良いスタートを切ると、チームは最終的に無敗だったものの、UEFA エウロ九9 0に出場を逃した。この挫折にもかかわらず、次の 1994FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選では、ラトビア戦でのハットトリックを含む6得点を上げて 1994FIFA ワールドカップ進出に貢献し、グループステージのメキシコ戦で、待望のワールドカップ初得点を上げているが、 プレイ以外の騒動で多くの人の記憶されることになった。そのメキシコ戦で2点を追いかける中、チャールトン監督がオルドリッジを投入する際に審判の認知の遅さによって投入が遅れると、これに対してチャールトン監督とオルドリッジの両名は激死非行を発し、第4審判に向かって激しく攻撃した言葉が明確にテレビ視聴者に聞こえており、試合後に両名は処罰された。 なお、肝心の試合は敗北しているが、投入から6分後の自身の得点が、グループリーグ突破を決定づけるものだった。UEFAA ウロ9 6では、最初のラトビア戦で2得点を挙げるコースタートを切ると、敵地での北アイルランド戦で1得点、最終節のラトビア戦で、再度2得点を挙げているが、グループリーグ2位による、 プレーオフでのオランダ戦に敗れて UEFA ウロ9 6出場を逃した。その後、1998FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選の序盤にプレーする機会があったにも、かからず、クラブでの監督業に集中するために1996年に代表を引退したため、フランクス・テープルトンの代表最多得点数22、あと一歩及ばなかった。 10年間での活動で69試合19得点を記録し、そのうちの8得点がラトビア戦でのものだった。現役引退後は様々なメディアで解説者として活動しており、特にラジオ局のでフルス・リバプール戦の解説やクラブの公式チャンネルで定期的に解説をしつつ、元リバプールの選手で構成されたチームでプレーを楽しんでいる。また、 1998年に自助伝を作成し、翌年にからゴーストライターのハイダー・ジャワドとの協調で、ジョン・アールドリッチ、マイストーリーを出版した。2006年にはアイルランド放送協会によるで優勝し、その過程で小児病院への公認チャリティでお金を調達した。2008年3月に自伝のオーディオ CD シリーズ60ミナッツ・ウィズ・ジョン・アルドリッチに参加し、 司会者のデイビッド・ナイトと一緒に自身のキャリアについて徹底的に話し合い、その後サイン会を開く。その際にエベリマンアピールチャリティを支援するために CD を2000枚コピーすることに同意した。2008年にノンリーグにリバプールファンが創設した AFC リバプールのパトロンを務める。2009年までリバプールのビクトリアストリートにあるアルドというナノバーの共同経営者であり、 そこにはアイルランドのリバプールファンがレッツ、リバプールの愛称を観戦すための場所として人気だった。2000年代半ばに起きたニューズインターナショナル電話盗聴スキャンダルに巻き込まれており2011年に警察から自身の携帯電話がハッキングされていたことを明かされた。2011年3月にツイッターのアカウントを開設するも リバプールとライバル関係にあるマンチェスターユナイテッドのファンとのやり取りで起こり、スカムとスラングを発すると、なかなかなじめずに1年後にアカウントを閉鎖することにした。ニューポートカウンティ a FC、オックスフォードユナイテッド FC、リバプール FC、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。